カードラフト実践、さあということで今回この3人で実践していきたいと思いますが、はい、鹿児島版初登場のメンバーがいます。こちらどうもパツロ攻略マガジンのレミンです。皆様はじめまして。圧が強いもん、はい、本当になんですか。圧が強いのよレミンはもう俺普通に喋るといつもそう言われます結構普通なんですけどね俺。さあそしてデリカツ、さあそして瞬殺寝押しマイスターデリカツです。寝押しなら絶対負けませんよ。今そういう話じゃないでしょ。今そういう話まだ企画趣旨も言ってないしメーカードラフト実践これ初の試みでございます。全然違いましたね皆さん。プロ野球のドラフトはもちろんしてますよね、はい、自分の打ちたいメーカーのドラフト指名をします。それで指名をちゃんと、自分がゲットできればそのメーカーの台を打てるということで。なるほど、あ、なるほどですね、はい、だから今から皆さんにあの打ちたいメーカーの、はい、名前を書いてもらいます。なるほど、こちらスケッチブック用意してますので、ガチで書くんですね、はいはい、どのメーカーでも大丈夫です。どのメーカーを希望するかは気分次第、他の2人と被らないことを願いましょう。書きましたか。はい、書きました、はい、書きました。それではじゃあ発表していきましょう。まずはレミから選択希望メーカーこちら。はい、ライト。ライト、ライト、レミはライトですね。ライトできました。じゃあ書きますか、デリカツ。そんな私はジャグラーの北電子でしょうね。でしょうねジャグラーって書いてもよかったよ、ね、北電子じゃなくてさあそして私山田キング選択希望メーカーはこちら。ということで、そうです、レミとレミと被りました。そんなイメージないですけど、ちょっとね、被った場合はこちらくじが、あら、でプロ野球でもよくあります。丸が書いた、おお、マジで、ね、紙を取った方が、ガチですね。ちょっと面白いですね。はい、じゃあ、あ、そうですか。はい、はい、こっちですね。違う。あ、違うんですか。自分が選ぶから。あ、そうですか。そういうシステムの。自分が選ぶから。面白いですよ。神か、お前は。違う。では、お二方、選んでください。よし。はい、これ、本当緊張するな、ちょっと。ブレーキもこんな感じなんよね。あ、そう、本当に。じゃあ俺こっち。ちょっとガッツポーズ出したいね、これ。いいっすか。わかりやすく書いちゃうのかな。わかりやすせーの。はい。おい、すいません。すいません。丸だそうです。じゃあ僕メーカー変えなきゃいけないということですね。そうですね。じゃあ僕はあのユニバーサルを。あ、なるほど。はい、なるほど。それします。それぞれの実践メーカーはご覧のように決定。全240台のパチスロコーナーの中から選択したメーカー縛りで立ち回り、しっかりプラスを目指していこう。短時間でも結構結果が出やすいのは鏡なんで、あの得意なのは番長3なんですけども、あの様子を見てね、まずは鏡からいきたいと思います。少ない周期で当たります。本当いい台は。こっから始まるんじゃないですか。はい。ベルで、あのキャラ登場なんで、もう全長開始。中押しの外れ目はね、これ、この出目が外れです。これ以外でキャラ登場カエルとか出てれば、バーチョ3同様、対決以上ですね。この後。うわ、嘘だろ。いや、まだあの前兆は続いてるんで、ここから出てくる可能性もある。はいはいはい、外れ目じゃないのにキャラ引っ張る、はい、しかし、はい、特訓の内容がかなり弱く、手応えが全くない模様。あ、弱いね。あ、問題は 2,3 周期目で当たるかどうかだね。はい、外れで2周期目になる、はい、2周期目の抽選、ようやく中対決。おお、強い。チャンスアップだけど、まだ分かんない。もう一個出れば。あ、大丈夫ですね。行ったでしょ。若干の不安はあったものの、2周期目で見事にヒット。次回予告じゃ出ないよね、それはね、鏡がいればいない、いないとバスになったりするね。やべえやばいですね。あ、押すボタンが今パパパパって光ったんですよ。はい、イエス、カモン。よっしゃー、いきなり入れた。あ、いきなり熱いの出てる。これ今地味だけど熱いからね。今これ今通常音だったでしょ。はいはい、激熱です。
初回の5ってところは絶対カモーンで行くのよ。それが今行かないで行ったでしょ、5まで、あの第3停止まで。その場合は必ずこれ敬意ってなってベル20以上です。敬意って行くでしょ、はい、ということでこの演出自体が自治会までなんで、20以上になります、はい、これ今の地味だけど5の終わるときにあの派手な音鳴らないで今普通に終わったんで、あれ激アツ。いやいいじゃないですか、いいじゃないですか、朝から頼む、踊れ、ここは踊っててほしいよ。止まるでしょ多分、踊れ、ほら止まった。これベル、ベルじゃないですか、ベルの時はナビが出てないと復活しないんで、中押しで外れだったらまだカモーンの可能性あるんだけど、これは終わり、はい、細かい解説を絡めつつ慶志郎チャンスをもぎ取っていく。5の分岐のとこ見ててよ、派手な音が鳴るんだよ普通は。これこれデレレレンつって押した時にこの派手なのが出るんですよ。これが普通のやつ、これだと10で終わる可能性ある、これじゃなかったら20以上なんです。これが基本なんで、ここカモンです、第3で、はい、あー普通だ、踊れ、あー止まった OK、 これは一応可能性あるな、外れだから第3でカモンの可能性、あーあとはここでベッド特訓に行くかどうかにも差があって、偶数の上は行きやすい、しかも当たりやすい、はい、行かない。ちょっと移動してもいいかな、あの朝一台あるんでちょっと移動しますね、はい、ちょっと隣に移動したいと思います。ユニバーサルを選択したヤマキンは絆から実践スタート。すでに BC が当たっているみたいだけど、これは大丈夫でしょう、はい、よし、一発目で入りました。とりあえずなんかバジリスクが単発を回避できたらちょっと安心しますよね。いやーこれは負けたな。お、勝った。マジか。しっかり BC を絡めていく。いや勝った。これは今日もらった。あ、終わった。満身の禁物、まだまだ企画は始まったばかりだぞ。現在237回転、まあまあありますよ普通にですね、まあ、朝一学区も確認できたんで、まあ据え置きでもよかったんですけど、まあ上げてきてるだろうなと、喋りばっかりはいらないということですね、まあ、当てないとですね。389回転ノーボーナス実際内心めっちゃ焦ってます、当たってないですからねやばいですね。サラバンがいい感じで当たってるんですよ、背中側の。一番分かりやすいのは直撃してくれるのが一番いいですよね。一気になり慶志郎チャンスが出てる。さあこれさっきの AT から、終了後2回目のバジリックチャンスですね。仕留めろ、連打とか、あ、来た、2回目です、よし。大の挙動に好感触のヤマキン、後半では念願のあれも引いちゃいます。大移動しました、先ほどの台はですね、まあ設定6の、ブドウ以上良かったんですけど、まあさすがに700ハマっちゃったんでですね、でもまあ、でも普通なら打つんですよね。でも自分700ハマっても根拠と自信があったからあの台を打ったわけで、もう一回打ちますかねちょっといや本当ブドウは良くて、6でも本当1000ハマることもあるんで、それが最初に来ただけみたいな。まだ空いてますね、奇跡的に。ちょっとあんなブドウのいい台が、まあ、なかなかないんですけどね。朝一学訓したっていうので、まあ設定変更をおそらくしてるんじゃないかなと。で700ハマってるけど朝一にハマりが来たと。戻りますやっぱり、ごめんなさい、ちょっとその優柔不断じゃないですよ、あの戻ります、ちょっと、はい、大型です、大型です。さあ勝負どころがやってきました、無双一戦です、これ決めたい。えらいことになってもうた、もうどうしよう。てしまった、集中しよう、20行こう、目標は大きく張り切っていこう。
ほら来た、いきなり。よし、ダブルで揃え、ダブルで。いやちょっとマジ、まだ2個、そんなんで終われない、ちょっと終われないって。いや2個、なんか嫌な予感したんだよな、引ける気がしなかった、気持ちで負けてたわ。まあ振動術に頼れなくてもね、いい感じでいけてるから。中段に黄色が止まれば気持ちいいです。ああ気持ちいい、はい、また引きが強いんか弱いんかわからんな。見え切らない気持ちもわかるけど、気持ちを切り替えていくしかないと思うぞ。ああよかった、よし。いや今日一番勝ってんじゃないですか、3人の中で。ドラフトには敗れましたけど。ああ終わったか。まあでも枚数的には十分ですね。ただ振動術引いてんだよな途中で。それにしてはしょぼい気がしますが、まあいいや、OK。 今移動してですね、初当たりなんですよこれ。初当たり、いきなり直当たりです、これ直撃。しかもパネルが消えて今誰誰誰だっていう曲になってます。20ナビ以上です、まずベルがプラス次回天国モード。いやー素晴らしい、はい、ということで合流格以上ですね。はい、合流格すごい。直当たり、直当たりでね、あの天国以降って奇数の上の可能性が高いですけどね。ただ直撃自体は偶数なんで、ちょっとどっちか分かんないけど、当たるならプレミアムとかで当たってくれて嬉しい。ベルナビ30以上なんで、いやー普通だ。この先の話ですけど、ケイシロチャンス直撃しちゃったんで、もう移動しないです。はい、もうこれ行けるところまで行きます。もう一番いいのが出ちゃったんで、もうこれ以上移動する理由ないです。はい、もうたまたまだったらしょうがないよね、それがね。はい、20ベルだね。混合炎上が出ない、バンリューも弱いよ。さあ来い、おいマジで絶対この台悪くない、しつこいですけど他の台打ってないからですけど、これ当たりだと思いますよ。あーダメだ、お出ましたね、示唆が。おわマジで、レンちゃんこそもうちょっと頑張らないといけないんですけど、それ以外はすごい挙動はいいです、バッチリです。この台、皆さんお待たせしました、1024回転。いいですよ、ブドウがめちゃくちゃ良くて、6挙動です。レギュラーマスター、違うまあまあ1024回転レギュラー。ほら100ゲームいきました、追加投資なし。ほら見てくださいこれ、やっぱり、まあ、レギュラー後はだいたいですね、まあ、平均して70ぐらいしか回らないんですよ、まあ、まあ1から5だとですね、まあ、6だとやっぱりブドウがいいのでこう、まあ、回ったりするんですよね。うん、いやほんと絶対6なんですけどね、おかしいな。じゃあ結果終始発表したいと思います、はい、僕がプラスでございます。結構なプラスになりました。素晴らしい。ユニバーサルのバジリスク絆で、はい、大幅プラスでございます。いそしてデリカツが、もちろんジャグラーマイスターはマイナスでした。いやもちろんは何だろう、もちろんはマイナスなの。マイナスです。あらブドウが良かったんですよ、もうずっとブドウが良くて、あれは絶対6です。言い切ります。じゃあ買ってじゃあ買ってもらっていい。じゃあ最後に、はい、テレビに発表してください。私鏡打ちまして、ちょい負けですね。あ負けちょい、本当に頑張ったんですけど、ちょっとだけということで、ちょい負け負けプラスと、あらいうことで、はい、仕事をもらえるのは私山のキングになりました。はい、何ですか仕事もらえるって。え
言ってなかったです。自分が指名したメーカー、はい、その代でプラスになった人は、はい、そのメーカーの次期種の発表会の仕事をもらえるという権利が。あれなんで今言うんですか。ねえ、こんな頑張ってるね。頑張ってますね。一生もらえないわ。一生もらえないですか。一生もらえない。今日の結果だと無理、うん、無理だね。本番に弱いですね。まあじゃあ充電が切れかけてそうですね。そろ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 ね、この番組も終わりたいと思います、はい、ということで今週はここまでです。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。いい夢見ろよ。さあ今回はですね、はい、我々から皆さんに、まあ、お知らせなんですかね。結果発表ですね。結果発表ですか。皆さん覚えてますでしょうか、はい、このパシタウン TV 出演タレントオーディションを行いまして、うんうん、はい、もうたくさんの応募がありまして、ありがとうございます。オーディションの方やりました、はい、結果の方を今日は発表したいと思います、はい、よろしくお願いします。今回の結果、じゃか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 じゃん、合格者なしでございました。悲しい。残念でございます。ちょっと寂しいです。ただですね、今後も、オーディションの方を続けていきたいと思いますので、うん、ぜひ皆さん今こちら出てると思いますので、こちらです。はい、こちらでぜひご応募してください。随時オーディションの方させていただきたいと思います。皆さんのご応募お待ちしてます。お待ちしてます。